卓球ラケットの選び方、初心者や中学生におすすめのものを紹介します。まず最初に八坂のエキストラ。これは弾みが抑えめで控えめの5枚合板になっていて、初心者の方でも扱いやすいです。その次はアペルグレンオールプレイ。これはドニックのラケットで、これも5枚合板になっていて、飛びすぎずに使いやすいラケットとなっています。どうしても初心者や中学生の始めたての頃は、擦るボールを擦る打ち方ができなくて当ててしまうので、ちょっと飛ぶラケットだとオーバーミスが出て難しく感じてしまって、楽しめない、うまく上達できないという場合があるので、5枚合板がおすすめです。他にはバタフライのプリモラッツもコントロールが良くてソフトな打球感でおすすめです。あと TSP のアストロンレッド、真っ赤なラケット、これもそんなに弾みすぎず5枚合板になっていておすすめです。基本的な技術が身についてきたら、ラケットをもっとしなって柔らかいバイオリンなどにレベルアップさせても良いです。このバイオリンのラケットは日卓の弦楽器シリーズで大人気のラケットです。柔らかいのでボールにスピンがよくかかって、サーブやつつきがすごい切れます。ドライブもよく回転がかかります。これも5枚合板で弾みすぎないので扱いやすいです。もう一つレベルアップしたラケットにマリンソフトカーボンがあります。これはカーボンが入っているのですが、ソフトカーボンという名前の通り、かなり柔らかい打球感で飛びすぎずに、これも扱いやすいです。あとスティガのオプティマムシンク、真っ黒のかっこいいラケットです。このラケットは球持ちが良くてスピンがかけやすい、とてもよくスピンがかかります。サーブつきドライブにボールを持ってくれる感覚がラケットにあるので、とてもおすすめです。ラケットに続いて初心者の方や中学生の方におすすめのラバーです。スレーバー、これはバタフライのスレーバーです。スレーバーとか、あとスレーバー EL、 EL っていうのは少し柔らかいラバーで、初心者や中学生の方におすすめです。スレーバーに似た卓球ラバーでマーク5もおすすめです。スレーバーとマーク5を貼って、3ヶ月ぐらいで寿命が来るのですが、ある程度上達してきたらマーク5よりも弾むマーク 5HPS というラバーにレベルアップしたり、
ラバタフライのラウンデル、ラウンデルというハイテンションラバーにレベルアップするのもいいです。ラウンデルはそこまで弾みすぎずにしっかりと回転がかかって柔らかくて軽いのでおすすめです。やっぱり軽いと初心者の方でも中学生の方でも両面に貼っても重くなりすぎずにラケットを素早く振りやすいです。あとは八坂のラクザー7ソフト、これはソフトという名前の通り柔らかく、ラクザー7ソフトは弾みすぎないので卓球ラバーをちょっとレベルアップさせたい方におすすめです。スピンもよくかかります。